私たちはみんな、地震によって橋が崩壊したり、津波によって損傷したり、クラーケンによって壊れたりする様子を映画で見たことがあります。重要なのは、巨大で止められない力だけがそれらを破壊できるということです。強風の下で狂ったように踊る橋を見たことがありますか？燃え上がる橋を見て何もできない絶望感を想像できますか？インドのエンジニアリング史上最大の災害が何だったのか知っていますか？おそらく、私たちは実際の事故映像を見ることでしか、事件発生時の痛みや悲しみを実感することができないのではないだろうか。このビデオでは、カメラが捉えた最も破壊的な橋の故障10件をお届けします。新しい視聴者の方は、エキサイティングな動画を見逃さないように、チャンネル登録を歓迎します。トップ10、タコマブリッジ。構造エンジニアに、歴史上最も滑稽な橋の崩落事故は何かと尋ねたら、おそらく、タコマブリッジの崩落事故と答えるだろう。ワシントン州のタコマ海峡に架けられたこの吊り橋は、1940年に開通し、約6000フィートにわたっていた。狭いとはいえ、車道と両側の歩道を通るには十分な広さがある。こう聞くと、この橋はなかなか良い橋のようだ。しかし、1940年11月7日、風速42マイルの風が橋の板を破り、橋はブランコのように左右に揺れ始めた。数分後、揺れはますます激しくなり、最終的に橋の一部がねじれすぎて折れてしまい、折れた部分は海水に落ちた。幸いなことに、橋が壊れる前にコンクリートが割れる音を聞きつけた人々が橋の外に逃げ出し、怪我人は出なかった。その後、実験と調査の結果、タコマ橋の崩壊の主な原因は空力断性的なビビリであることが判明した。横方向の空気力学的検知から見ると、橋の形状が不安定で、風がタコマブリッジの上を通過する際に水流を切り離し、橋の主スパンの揺れと一致する風の渦を発生させ、徐々に勢力を増していき、最終的に事故につながったのである。トップ9、南方沖大橋。南方沖漁港は、1923年から操業している中国台湾省の非常に人気のある漁港で、台湾全土の年間サバ漁獲量の 90% 以上を占める台湾最大のサバ供給地である。そして2019年の南方沖大橋の崩落は、台湾にとって確実に災難だった。台湾で唯一の鋼鉄製シングルアーチ橋である南方沖大橋は、1996年に着工し、2年の歳月をかけて完成した。しかし、2019年10月、橋が突然壊れ、崩落した。橋の崩壊は激しい振動を生み、川を行き交うすべての船が激しく揺れ始めた。南方沖漁港の600隻以上の漁船も橋の崩落により出入りができなくなり、死傷者も出る事故となった。その後の調査で、事故の主な原因はスリングシステムの腐食による体力不足であることが判明した。加えて、請負業者が図面通りに橋を建設しなかったこと、不適切な管理、試験やメンテナンスの怠慢も橋の崩壊に関与していた。トップ8、ハーモニーリッジトレッスルブリッジ。映画の中の橋は、揺れたり波に打たれたりして崩壊することが多い。しかしさらに、火災によって良好な橋が破壊される可能性もあります。2013年にはすでに、米国テキサス州中部のハーモニーリッジ課題でそのような状況が発生していた。この長さ900フィートの木製の架台はコロラド川にかかり、1910年に建設されました。100年以上の歴史があるにもかかわらず、今でも現役の区間であり、テキサス鉄道の中心であり、近くのチョーブレイディからの貨物輸送の要となっています。しかし問題は、100年前に木造橋が建設された際、橋を架ける木材を保護するために、木材を防腐し、虫や菌類から守るクレオソトが使用されたことだ。ただし、クレオソトは可燃性も高いです。そのため、2013年5月に消防士が消火活動に到着したとき、長さ900フィートの炎に直面しました。彼らは炎を消そうとしましたが、恐ろしい光景が起こりました。上部レールの重みで、焼けた柱の一つが崩壊し、他の柱もドミノ倒しのように崩壊しました。15時間の努力の後、消防士らは火災が危険すぎると判断し、消火するのに十分な水がなかったため、自力で燃え尽きるのを待つしかなかった。
高級的な橋を再建するには1000万ドルから2000万ドルかかると推定されています。トップ7、モランディ橋。1960年代、自動車での移動が一般的になると、交通量の増加に対応するための高速道路システムが必要になった。市街地から離れた山間部に高速道路を建設した他国とは異なり、イタリアのジェノバは新しい近代的な橋を建設することを選択し、1963年にリッカルド・モランディが設計したモランディ橋の建設が始まった。いくつかの構造上の調整を経て、市内を迂回してポルセベラ川を渡るこの橋は1967年に最終的に完成しました。しかし、開通から数年も経たないうちに、モランディはこの橋には常に頻繁なメンテナンスが必要であることを指摘したが、コンクリートの外郭のため検査が困難だったと述べた。やがて、潜在的な問題の兆候が現れ始めた。負荷がかかるとコンクリートに亀裂が入り、腐食し、変形しました。モランディが提供した予防措置にもかかわらず、問題は依然として残っています。2018年8月14日に嵐がジェノバを襲った時、築50年の橋のケーブルが切れ、橋紙の車やねじれた鋼鉄やコンクリートの破片が大量に川、線路、道路に流れ込んだ。この事故で市民が感じた悲しみから早く立ち直るために、当局は橋の残りを爆破した。その後、建築家のレンゾピアノはモランディ橋の崩壊の経験を生かし、より正確な測定と高度な技術を使用して新しい橋を設計し、建設は18ヶ月後に完了し、2020年8月に開通しました。トップ6、ハサナバード橋。カラコルムハイウェイは、全長 1300km を超える、東アジアで最も風光明媚で有名なハイウェイの一つです。しかし、2022年5月7日、カラコルム高速道路沿いでパキスタンと中国を結ぶ主要な橋であるハダナバード橋が決壊洪水によって破壊され、数千人の地元住民や観光客が窮地に陥った。ビデオでは、激流が橋に衝突し、徐々に亀裂が入り、最終的に片側が荷重で崩壊する様子が示されていました。1972年に架けられたこのコンクリート橋は、50年以上も堅固にここに立っていたのに、なぜ突然洪水で流されたのでしょうか。その直後、インターネット上で拡散したビデオでその理由が明らかになった。これはさらに川の上流で起こっていることです。2022年にパキスタンはここ数十年で最も暑い4月を記録し、ジャコババード地域では最高気温49度を記録したことは注目に値する。これにより、近くのシシュパー氷河が前例のない速度で融解し、サッカー場61面分の水量に相当する33ヘクタール以上の面積をカバーする成長湖が山岳地帯に形成された。氷河の融解によって水量が増え、その水は寒砂渓谷の支流を下ってハダナバード橋に到達した。水の浸食は橋の土台をますます露出させ、激流の巨大な力が橋をそこから押し流すまでになった。トップ5、サニベル・コーズウェイ。サニベル・コーズウェイは、フロリダ南西部の重要な交通路で、サンカルロス湾にまたがり、サニベル島とフロリダ本土のプンタラサを結んでいます。当初、橋の建設には反対が多かった。この橋があれば、島の素晴らしく孤立した雰囲気が台無しになると考えられていました。そのため、人々はプンタラザとサニベル島の間を移動するのにカーフェリーを利用していましたが、1950年代半ばになると、交通需要の増加によりフェリーだけでは不十分であることが分かり、橋の建設が行われました。この橋は1963年に完成し、通行可能になりました。しかし、塩水の腐食と全体的なメンテナンスの欠如のために、元の橋の問題は急速に顕在化し、悪化した。そのため、リー軍は2004年に橋を交換することを余儀なくされた。しかし、2022年に再び橋に問題が生じた。2022年9月18日、ハリケーンイアンがフロリダ州南西部を襲い、サニベル・コーズウェイのいくつかの部分が高潮によって流され、多くの船が破壊された。これにより島の住民は米国本土から隔離され、ヘリコプターなどの方法でしか避難できなくなった。幸いなことに、人命被害はなかったことが確認された。緊急復旧後、コーズウェイは10月20日に完全に再開された。トップ4、ワイホリバーブリッジ。ニュージーランド南東の西海岸にあるワイホリバーは、フォックス氷河の雪解け水を水源とし、その主要なチョーフランツジョセフを南に横切る、
ニュージーランドで最もダイナミックな川水系の一つである。1990年にワイホリバーに架けられた橋は、ニュージーランド西海岸を結ぶ重要な橋である。毎年100万人の観光客が橋を渡る。しかし、ワイホリバーの土砂の堆積により、川底は90年間で90メートル以上堆積し、橋は常に流れに試されている。2019年3月、ニュージーランドの西海岸を嵐が襲い、激しい洪水によりワイホリバーが急激に増水し、橋に衝突した。映像によると、ワイホリバーに架かる橋は徐々にねじれ、そして大きな流れの衝撃で壊れ、橋の少なくとも半分は川に崩れ落ちた。西海岸の企業は大きな打撃を受け、住民は避難を余儀なくされた。また、フォックス氷河とフランツヨゼフの間の通路が遮断されているため、2つの町の間を移動したい人は、反対側に到達するまでに数百キロメートル移動しなければなりません。この問題をできるだけ早く解決するため、新しい橋は、請負業者、国防軍、ニュージーランド運輸局のスタッフによる18日間の必死の復旧作業の後、ようやく開通した。トップ3、エアリバー歩道橋。これまでの橋と同様、橋を破壊する大きな力となったのは天候要因だったようだ。2022年の暴風フランクリンが2月に英国を襲い、集中豪雨や竜巻など様々な悪天候も地域とそのインフラに深刻な試練を与えた。アムリミルズ近くのエアリバーは豪雨の影響を受け、河川の水位が上昇し、洪水警報が発令されている。予期せぬことに、洪水防御工事に使われていたポンツーン橋が激流とともに押し流され、何年も使われていなかった歩道橋に激突した。ポンツーン橋と流れの組み合わせによって、歩道橋の中央部分が破壊され、川に落ちました。幸いなことに、この事故で負傷者は出なかった。トップ2、I-35W ミシシッピ川橋。I-35W ミシシッピ川橋は、米国ミネソタ州最大の都市ミネアポリスにあり、セントアンソニー滝の下流からミシシッピ川を渡ります。1967年の開通以来、毎日14万台の車両が輸送され、ミネソタ州の重要な輸送路線となっています。しかし、2008年8月1日、すべてが変わりました。橋は突然、何の前触れもなくミシシッピ川に落ち、大きなパニックを引き起こしました。目撃者によると、大きな音を聞いて橋が揺れるのを感じ、その後災害が起きたという。さらに悪いことに、崩落はラッシュアワー中に発生し、60台以上の車両、運転手、乗客、数人の構造技術者が橋の床板の崩壊とともに川や川岸に転落した。調査結果によると、事故の主な原因は橋自体の設計上の欠陥であった。橋梁トラス構造の構成アングルブレースプレートの強度と長さが不十分に設計されており、この固有の弱点が時間と荷重によって拡大し、最終的に事故につながった。トップ1、アグワニスルタン・ガンジ橋。これはインドのエンジニアリング史上最大の災害である。なぜなら、建設中に重大な事故や安全上の問題が発生しただけでなく、設計上の欠陥、不適切な建設、無秩序な管理のすべてが橋に重大な安全上のリスクをもたらしたからである。アグワニスルタン・ガンジ橋は、インドのビハール州にあるガンジス川に架かる短い等斜張橋で、斜張橋と片持ち両橋のハイブリッド構造であり、一般的な連続構構造橋とは外観が異なる。この橋は総額2億ドルかかったが、当初は今年11月か12月に完成する予定だった。しかし、6月4日、橋は突然いくつかの部分に分かれて水に落ち、大きな水しぶきが発生しました。この橋の一部は依然、2022年4月30日に崩落したと報告されています。ビハール州のテジャシュイ・アーダブ副首相は、事故の原因はまだ分かっていないと述べた。しかし、橋の構造を研究している専門家は、橋に重大な欠陥があることを確認しており、建設中の橋を取り壊す計画だと述べた。以上がこの動画の全内容です。このビデオが気に入ったら、私のチャンネルに登録することを忘れないでください。ご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。